ちょっと、最近ちょっと、ニート TV のスーパースターこと、ゴンダにもう、たくさんのプレゼントに応募したんですけど、まだ一向に、ちょっと当選通知がありません。ちょっと13歳の僕、中学1年生なんですけれども、本当に中学1年生なんですけども、ちょっとまだ一向にちょっとね、ちょっと合格通知たるものは来ないんですよ、まだ。マジで。iTunes カードで、小中学生は応募してこいって書いてあって、ちょっと、13歳の僕はちょっと応募したんですけど、ちょっとまだ当選の通知来ないんですよ。ニート TV 様から、本当に。これなんでやろうと思ったの？中学生の、ちょっと、俺を差し置いて、他のやつらにちょっと当選をやるなんて、ちょっと、それはないだろう、みたいな。俺はどっからどう見ても中学生だし、もう外見が。もう、アーリンのように可愛い中学生だから、マジで。もう、魅力満点なわけだよ、ほんと。ね。アーリンだよ！アーリンは iTunes カードがすごい欲しいから、待ってるよ、ほんと。アーリンだよ！ね。iTunes カード3500円分がめちゃくちゃ欲しいから待ってるよ、アーリンだよって感じで待ってるから、本当に。ね、ちょっと当選通知を待っとるわ。中学1年生の僕が。ね。当選通知を待っとるから、本当に俺は今ここで。本当に、ニート TV のゴンダ君。ね。任せたわ、本当に。もう中学生やから。本当に。ね、待ってますで、本当、私は。はい。もう中学1年生なんで、自称じゃないよ。まあ、ガチで今中学校で、ちょっと俺、いじめにあって辛いから、ちょっと、iTunes カードだけをちょっと、もらって、ちょっと、生きがいにしたいんだって、今学校でさ、授業中にスタンガン当てられ、いじめにあっとるんだって。で、毎授業スタンガンで体が痺れてさ、生きていくのが辛いからさ、iTunes カード待ってるね。バー